はい、三崎公園のガイドマップです。これ見てちょっと説明していきたいと思います。ですね、これが全体の地図ですね。三崎公園の地図です。で、ここが駐車場ですね。でずっと行ってメインゲートがあります。でメインゲートサービスセンターでミポカードがもらえるんですね。ミポカード、これミポアトラクションカードですね。いわゆるプリペイドカードみたいなもんですね。1000円分2000円分買って、でそれを持って各アトラクションに行くんですね。あ、ちなみに三崎公園にフリーパスはございませんので、皆さん入園料を払ってもらってからアトラクションカードでその都度払うということですね。でその入園料もね、定価は、大人1300円、子供700円なんですが、なんせねゲートで買ったらすごく並ぶんでね、もうコンビニで買ってください。コンビニのね自動で、ローソンだったらロッピーみたいなやつでね、あれで買ったら実はちょっとだけ安くなるんですよね。ちょっとだけ安くなる上に行列に並ばなくても済むということですね。はい。でここが、芝生広場ですね。ここでお弁当を持ち込んで僕は食べました。三崎公園ね、お弁当持ち込み OK なのでね、だいぶ助かります。ですぐそこにキリンさんもいるので、楽しかったですね。はい。でずーっと来て、あ、そのお弁当あたり、芝生公園キリンさんあたりはここクリックしたら出るようにしときます。そしてこのお猿さんですね。このお猿さんの山、これもなかなかいい表情してるお猿さんいました。なのでね、しっかり動画に撮ってきております。なのでここクリックしてください。出るようにしときます。あとはね、こっち側が動物園ゾーンなんですよね。でこっち側が、乗り物ゾーンなんですが、乗り物ゾーンと動物園ゾーンの間を通ってちょっと海沿いに行くとイルカショーがあるんですよね。このイルカショーがね、なかなか侮れなかったんですよ。入園料払ったプラス500円、500ミポで行けるんで、ミポっていうのはあれですね、三崎公園ポイントのミポらしいですね。プリペイドカードで買うんですけど、まあもし足りなかったらその都度現金払いでも行けるので、まあ少なめに買って、足りなくなった分はもうその都度乗り場の窓口でお金払った方がいいかもしれないですね。一回ミポに変えてしまったらね、換金はできませんのでね、余ったからお金戻してくれっていうのはできないので、少なめに買って、で足りなくなったらその都度払うのがいいかもしれないですね。でイルカショー、ここクリックしたら出るようにしときます。すごく良かったです。500円なのにね、見応え抜群でね、良かったです。はい。で次アトラクション、乗り物の方に行って、この辺いろいろあるんですけどね、まあ子供向けですよね。観覧車乗りました。観覧車も乗りました。ここクリックしてください。海が見えるすごい綺麗な観覧車でしたね。そしてこれです。このジェットコースター、このジェットコースターがね、なんと西日本最古らしいですね。一番古いジェットコースター、手入れはしっかりされてるんで安全は安全なので、昔の歴史のある昔のジェットコースターなんで、今のジェットコースターの絶叫マシンと比べると絶叫さ加減は癒し系、もうほとんど、まあ怖いとまではいかないですが、なんせ
海が見えてね、景色がいいんですよね。なのでジェットコースターで絶叫を楽しむというよりはもう景色を楽しみに乗ってみてください。ここクリックしたら出るようにしておきます。でその他にもね、これアニマルトレインとか言ってね、なかなか良かったですよ。はい、というわけで三崎公園、まあ一通りね、紹介動画でした。ちなみにこのミポカードは1枚持っておけば家族分払うことができるのですごく便利でしたね。まあ足りなくなったらその都度払えばいいんですけど、毎回払うのも大変なので、間違いなく乗るっていうんだったら持っといた方が、それは便利は便利ですよね。毎回じゃらじゃら小銭払うってなると大変なので、で例えば僕ら親子3人だったんでね、300円のアトラクション3人分って言ったらね、1枚のミポから900円分引いてくれます。なので一家族に1枚でいいかもしれないですね。というわけで三崎公園の紹介動画でした。また、そうそう、値段とかはねその都度変わるかもしれないので、皆さん行く前にもう一回ね事前に調べてみてください。なんせね良かったです。良かったのでぜひ行ってみてください。三崎公園ガイドマップ紹介でした。また面白い動画作ります。